夢か。ああ、気持ちいい。この毛布、柔らかくて。は？うわ！おはよう、ルーちゃん。え、なんで？どうして？ここ私の部屋だから。一緒に寝るの久しぶりだね。そっか。っていうか隠していろいろ見えてるから。ミルフィー、もうダメだよ、女の子なんだから。そんな、会えるよ。お邪魔しました。ちょっとねえ、みんな大変。待って。兄さんには呆れました。転校早々幼馴染の部屋にお泊まりだなんて。違うんだ、アイリー。何がですか？僕は言われた通り自分の部屋で寝てただけなんだ。知らなかったんだよ、フィルフィーが同居人だなんて。同居人？僕もレリー学園長に相談したよ。でも他に空き部屋がないらしくて。妹のことよろしくね。お姉さん公認ですか？とはいえいろいろ誤解を招きそうですね。すでに学園は兄さんのいろんな噂で持ちきりです。